拍手。まあ自然もいっぱいあって、人もめちゃくちゃいいですし、まあ、福岡大好きですね。まずは楽しむ心は一番かなと思いますけど、笑顔で走った方が早かったかもしれないです。今悪いこと言いますか？はい、自分のテストを出すのはどうしていますか？自分はなんか頑張ってゴールラインだけ見るようにしてほしいんですけど、自分との戦いだったらいいかなと。いろいろとエクササイズボーナスとして、と飛び切り参加でかけっこ入ってめちゃくちゃ濃かったっすね。すごいかっこよくて質問できてよかったなって思います。サニブラウン選手と一緒に走って速いしかっこいいから、将来ああいう選手になりたいと思います。もっともっと地元の子供たち頑張ってほしいなっていうのを思うんで、子供たちにお元気づけて、自分も元気づけられてるっていう、いい関係が築いていければなと思ってます。